しいものにいろいろチャレンジしたいなっていう気持ちあって、そのまま今自分たちに合ったストーリーだったりそういう音楽だったりっていうのを披露したいなと思ってます。私がスケートを始めたのはアメリカで、7歳の時にお母さんの仕事の関係でアメリカに3年半住むことになって、で多分8歳か9歳頃の時に初めて氷の上に乗って、その時は まずはちょっとお楽しみ程度で入り、その後は1年後にちゃんとクラブに入ってスケートを始めました。で数年後、向こうのアメリカとかはアイスダンスは一人でもやるような競技でもあったので、パターンダンスを一人で練習したりバッチテストを取っていたような感じです。高校2か3年生の時に2人目のパートナーと組んだ時に、国際試合の派遣もあって、それを機にシングルよりはやっぱりアイスダンスにもうちょっと力入れたいと思ってシングルはちょっと置いといてたって感じです。本当に新しいパートナーを探す上で、苦労というよりかは自分自身がアイスダンスを始めた理由だったり、その自分自身にとってのアイスダンスの存在っていうのを改めて考え直す機会になったので、悩むっていうよりかはすごくたくさん考える時間があって、改めて自分にとってアイスダンスがすごく大切な存在なんだっていうのを再認識できていい時間だったなって思います。はい、すごく優秀な選手ばかりが本当に本当にこんな自分に本当にありがとうございますっていう気持ちが、本当にトライアウトに来てくださった選手には本当に感謝の気持ちでいっぱいです。はい、もうでも頭の中がすごいもうごっちゃごちゃでこんがらがっちゃったりとかもして、もう自分にとって何を一番大事にしないといけないのかっていうのもありながら、でもすごくトライアウトに来てくださった選手皆さんが本当にすごく一生懸命アイスダンスに向き合ってくれる選手ばかりだったので、そういう人たちをお断りするっていうこともすごく自分にとってはなんていうのかな、選ぶ側としてもすごく大変な、精神的にきつかったのもあったんですけど、ただその分しっかり組んだ人とは結果を出して頑張っていきたいなっていうふうに思っていました。はい、実はあゆみちゃんにはテストパートナーとして何度かちょっと去年からちょっと日本にいる間に東京でバッチテストの相手として手伝ってもらっていたので、でもその時からもあゆみちゃんはすごくアイスダンスうまいなっていうふうに思って、本当にバッチテスト受かったのはあゆみちゃんのおかげぐらいな感じで本当に助けてもらってばっかだったんですけど、それで同じ神宮で同じ樋口先生のところで、で本当に何度も手伝ってもらっていて、あとはその自分は今回トライアウトをする上でそのコミュニケーションがしっかりできる選手っていうのを、コミュニケーションが本当にアイスダンスに大事だっていうのはその2年間アイスダンスをやってみてすごく感じたので、コミュニケーションがしっかりできる選手とが大っていうのも一つ大事な要素だなっていうふうに思っていたので、でそれがやっぱりあゆみちゃんとだったらコミュニケーションもしっかりできて、でその上で本当にスケーティングもスケートも自分たちは結構合っていて、でやっぱ自分も滑っててすごく心地がいいのでっていうので、あゆみちゃんに最終的に組みたいですっていうふうに言わせてもらいました。全日本ジュニアとかでも一緒に試合とかした時ももちろん見てた時から、シングルの頃からもそうなんですけど、表現力だったりスケートの伸びっていうのはすごい上手だとは感じていて、もちろん実際に滑った時も膝の使い方とか伸びる力はすごい一緒で合っていたなっていうのは感じてました。あゆみちゃんはもうテストパートナーの時からもそうですし、トライアウト何度かしてる時もですけど、本当にもうアイスダンス歴が本当に長いし、もう組んでてすごく自分が組んでて滑ってて一緒に滑って心地がいいなっていうふうに思ってて、でなんていうのかな、アイスダンスってどうしても組むとその思う通りに滑れなかったり動けなかったりっていうのは
があるんですけど、あゆみちゃんと滑ってる時に本当に自分自身もなんか自由に滑れるというか、多分うまいからなんかうまく自分のことをコントロールしてくれてるのかもしれないんですけど、本当に滑ってすごく滑りやすくて心地よかったので、そこがあゆみちゃんの本当にすごいとこだなっていうふうに思ってます。はい。